こんにちは、粟田洋介です。今日はこれからアクリル絵の具を使ってみようと思う方のために、アクリル絵の具の特徴をなるべく簡単に分かりやすくお話ししていこうと思います。アクリル絵の具、とっても楽しい絵の具です。では早速、水彩絵の具や油絵の具の特徴と比較しながらお話ししていきます。絵の具自体の特徴を3つに大きく分けると、1つ目が乾燥前は水に溶け、乾燥後は水に溶けないということですね。2つ目が早く乾く。3つ目は絵を描いた後に乾燥後色がちょっと濃くなるということです。まずはアクリル絵の具の物質的な特徴ですね。あと水彩絵の具と油絵の具との違いもちょっとお話しします。絵の具は顔料、顔料というのは色の粉ですね。それを何かと混ぜて描きやすく定着するように作られています。油絵の具っていうのはその名も通り、顔料と油を混ぜてできた絵の具です。水彩絵の具というのは顔料とアラビアガムというものを混ぜてできていて、それをさらに水で溶いて絵を描きます。で、今日メインのアクリル絵の具というのは何かというと、これもその名の通り顔料をアクリル樹脂で混ぜてできています。アクリルというのは皆さんご存知だと思うんですけど、いわゆるプラスチックのことです。で、ここまでが簡単な絵の具の物質的特徴なんですが、気になるのは使い方の特徴ですね。まずは絵を描くときですね。で、最初にも言いましたが、アクリル絵の具は最初はこれが水に溶けて、で、乾燥すると乾くと水に溶けません。これが使用する上で重要なポイントとなってきます。もう一度言いますね。アクリル絵の具は乾く前は水に溶けます。乾いた後では水に溶けません。なぜならプラスチックだからです。まずは絵を描き始めるとき、水彩絵の具っていうのは、まあ、これはアクリルですけど、パレットに絵の具を出して、したら絵の具を水で溶いて描き始めると思います。そうしないと描きづらいですし、水彩絵の具をすごく厚塗りしていくと絵の具にひびが入ります。アクリル絵の具も同様、パレットに開けて水で溶いて描くこともできるんですが、絵の具のまま水とか混ぜないでこのまま描いても大丈夫です。この絵の具なんですけど、水で溶くことによって柔らかく薄くなります。それを利用して水でちょっと混ぜて、ちょっと緩くして、もっと広い面に同じような絵の具で塗ることができます。なので水をちょっとわざと多くしてすごい薄くして描くこともできるし、すごい濃いベトッとした絵の具を厚塗りでこうピシピシって筆の質感が出るような描き方もできます。油絵の具の場合は油で混ぜたり、何も混ぜないでそのまま描いたりします。なので水彩絵の具、アクリル絵の具は水で溶く、で、油絵の具は油で溶くということですね。で、もう一つの特徴は、水彩絵の具は紙に描きます。で、油彩絵の具はキャンバスに描きます。で、油絵の具っていうのは油ですから、紙にそのまま描いたりすると油が浸透して紙がダメになっちゃう。油絵の具用の下地剤すごい塗って紙に描くこともできるんですが、一般的にはキャンバスに描くものなんじゃないかなと思います。でも、まあ下地剤を塗るってことですね。ポイントは、水彩絵の具っていうのは紙に染み込ませながら描くといった感じだと思います。もちろん厚塗りしてベトベト描こうとも描けるんですけど、そうするとね、ひびが入ったりします。で、アクリル絵の具っていうのは下地剤を塗った紙とかキャンバスに油絵の具で描くように描くことができるんですが、また水彩絵の具みたいに水をいっぱいつけて紙に染み込ませながら描くこともできます。で、アクリル絵の具を使って水彩絵の具みたいに描けるし、油絵の具みたいにも描けるということで、両方のいいところ取りなんじゃないかってここまで聞くとなるんですけど、やっぱり油絵の具の特色と水彩絵の具の特色はアクリル絵の具にないものもあります。大きな違いがあります。それは後で話します。はじめに話したことなんですが、アクリル絵の具、乾燥前は水に溶けます。乾燥後は水に溶けません。そして早く乾きます。で、その特徴を生かしてアクリル絵の具で絵を描く方法なんですが、アクリル絵の具、乾燥する前は例えばこれと違う色合わせて絵を描くと色が混ざり合います。2色が、2色3色でもいいですけどね。
混ざり合うような描き方ができます。あとね、乾く前に混ざるんでグラデーションをつけることもできます。油絵の具と似ていますが、大きな違いは乾燥、乾く時間ですね。油絵の具は何日も乾きません。乾くのに数日から1週間前後かかります。ですがアクリルは数分から数十分といった感じで早く乾きます。なので2色混ぜながらとグラデーションとかね、アクリル絵の具でやってると乾いてきちゃいますから素早くやらなければなりません。でも油絵の具だったら、何日も乾かないんで、ゆっくり時間をかけてグラデーションをつけたり色を混ぜたりすることができます。で、乾燥する時間とか日にちはその日その時の気温とか湿度とかによっても変わってきます。過去に作ったアクリル絵の具でグラデーションをつける方法という動画がありますので、下の概要欄に貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。さて、それでは乾燥後、乾いた後ですね。アクリル絵の具は乾燥後水に溶けないので重ね塗りができます。最初に描いてた絵の上に違う色を塗ったりとか、違う絵を描いたり、違うなんか模様をつけてったりですね、あとはその物体にハイライトをつけたり影をつけたり立体感出したりね、なんかいろんなそういうことができます。で、水彩絵の具で重ね塗りをすると乾燥しても水に溶けるので、下に書いてある絵の具が濡れた絵の具で溶けてきてしまうんですね。なので下の絵の具と混ざってきてしまって塗りつぶすみたいなことができません。できるかもしれないけどとても難しいです。アクリル絵の具だともう下地の絵の具は乾いてますので、上から塗りつぶすような感じで描くことができます。で、油絵の具も同じように塗りつぶすことができるんですけど、乾くのに何日もかかるので、何分台で乾いてしまうアクリル絵の具の方がもうその日のうちに塗りつぶすことができるんでいいですね。失敗しちゃったとかってところも塗りつぶして手直しが簡単にできます。今ちょっと話したことをまとめますと、アクリル絵の具は乾燥前は絵の具同士が混ざり合うので、両方濡れてますからね、混ざり合うので混ぜた感じの塗り方やグラデーションをつけることができます。乾燥後は水に溶けませんので、下にアクリル絵の具で描いた上から別のアクリル絵の具で塗りつぶすことができるということですね。で、描くときはそんな感じですかね。で、次はメンテナンスの注意です。一つ目が筆についた絵の具ですね。乾燥すると固まっちゃってもう洗い落とすのが無理、もしくはものすごい大変、落ちないんじゃないですかね。筆洗い用のバケツに水の中に随時使わないときは入れて、でジャカジャカジャカって洗って、でまた描く、でまた水にすぐつける、筆を乾燥させないということですね。で、絵の具も固まっちゃうんで、絵の具の蓋も使ったらしっかり閉めておくということですね。で、パレットについた絵の具ですね、これもね乾いてしまいます。固まって使えなくなってしまいます。なので水彩絵の具みたいに、水彩絵の具だったら水をまたつけると復活するんで、パレットには絵の具ついたままそのままで使うんですけど、アクリル絵の具はそうはいきません。おすすめは使うだけの量を出して都度出すようにした方がもったいなくないと思います。ただね、色と色を混ぜて気に入った色をいっぱい使って、広い面に塗るときは同じ色の絵の具っていうのが取っておきたいですね。もしくは色を作って描いてる途中にこの色気に入ったんだけどちょっと出かけなきゃない、で帰ってきたらまた絵を描こうみたいな時、そういう時はパレットをサランラップでかぶしておきます。そうすると結構絵の具が乾かなくなるんで、次の日とかでも結構乾かなかったりします。で、もう一つは混ぜた絵の具、色が気に入って捨てたくない、乾かしたくないって場合は、その絵の具をなんか密封できる入れ物に入れておく。例えばこういう感じのなんかやつありますね、こういうの入れてもいいし、タッパーでもいいし、なんか小さいもの、小さくなる、その絵の具の量によりますけど、密封できるなんかに取っておくということができます。密封できるビニール袋とかでもいいかもしれないですね。あと乾いた後も絵の具同士がくっついちゃうってことですね。これこういう感じで絵と絵をこうやってくっつけて置いておくと、このアクリル絵の具同士がくっ
ついちゃうことがあります。でね、剥がすときにこうやってパッてやるとね、どっちかがこれくっついちゃって、剥がれちゃってみたいな、絵にダメージを与えてしまいますので、こうやって放置するときは気をつけて、例えばこうやって紙を挟んで置いとくとかね、なんかした方がいいと思います。あと出来上がった作品を梱包するときですね、プラスチック同士くっつくことになるんで、結構これは大丈夫なんですけど、絵が完成して数時間とかしか経ってない場合、完璧に乾いてるんだけど数時間とかそのぐらいの時に包んで、ちょっとの間だったらいいかもしれないんですけど、ずっとこうやって置いとくと、このプラスチックにくっついちゃってパリパリってなっちゃって、剥がれちゃうことがありますので、それは気をつけた方がいいと思います。あとね、額に入れる時に、額でもガラスが直接こうやってピタッてくっつく感じで額装に入れてしまうと、ガラスだとかね、アクリルガラスに絵がくっついちゃうことがあります。結構間違いなくくっつきます、それは多分。なのでマットフレームとかを使って浮かしておくとかで、マットフレームの切り方もビデオが作ってあるんで、それもぜひ参考にしてください。あとは服についた時、アクリル絵の具っていうのは乾くと水に溶けません。なので服とかに絵描いてる時に服にね、絵の具がついちゃったりすると洗っても落ちなくなるので気をつけてください。それを逆に利用して、この T シャツとかもアクリル絵の具も使って描いてるんですけど、洗濯しても落ちません。水彩絵の具で描いたら大変なことになりますけどね。T シャツに絵を描く方法っていうのもビデオも作ってますので、それも概要欄に貼っておきます。それで服についちゃった場合は、もう乾く前に水につけて、もうチクチクチクって洗って、石鹸とかでチュッてやるしかないですね。完璧に落ちないかもしれないんですけど、乾く前に洗い流してなんとか落ちる場合もあります。あと机とか床とかに絵の具が落としてペトってね、汚れてしまう場合があります。硬いものにそういうついた場合は、一回ね、霧吹きとかで乾いた絵の具の上にシュッシュッってね、水をかけます。霧吹きじゃなくてもいいんですけど、その部分濡らします。それでちょっとするとね、途端に剥がれやすくなるんで、アクリル絵の具がなんか床とかテーブルとかについたら、ね、乾燥する前だったら濡れた布なんかで結構簡単に落ちますけど、乾いちゃった場合も濡らして濡れた布巾とかで擦ると落ちる場合がほとんどです。それでもなかなか落ちない場合は、ザラザラのスポンジあるじゃないですか、食器洗う、ああいうのでゴシゴシ擦ったりとかね、あとおすすめなのがクレンザーで拭いてあげると絵の具が綺麗に落ちます。なんですけど、めんどくさいんで、なるべく汚さないようにすることがいいと思いますけどね。というわけで、アクリル絵の具の特徴でした。先日アクリル絵の具を初めて使った方から、アクリル絵の具の特徴を教えてほしいと言われたことをきっかけに、このお話をすることにしたのですが、いかがだったでしょうか。私は作品の大半をこのアクリル絵の具で描いています。私は個人的にこのアクリル絵の具気に入っている点は、まずは色がすごい鮮やかなことですね。それに乾燥するのが早いっていうこともとっても扱いやすいです。さっきお話しした重ね塗りなんですけど、私も重ね塗りすごいよく使います。それに乾燥するのが早いので、思い浮かんだアイデアを忘れないうちに素早く描いて、どんどん描くことができるっていうのも気に入っています。あとは水で洗うことができるっていうのもすごい手軽ですよね。私は水彩絵の具も油絵の具もたまに使っています。それぞれの画材にそれぞれの特徴があるんで、だからすごい面白いと思います。というわけで、アクリル絵の具使ってみたいという方はぜひ参考にしてみてください。それからついでにお知らせなんですけど、今度カルチャーセンター本木で自由な絵画という教室をやることになりました。アクリル絵の具を使ったり、何使ってもいいんです、自由ですから。10月25日に無料体験講座を行います。無料なんですけど、教材費がちょっと770円かかるんですけど、絵の具とキャンバス用意します。その時にアクリル絵の具を使っていただくことになります。詳細は下の概要欄にまた貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。というわけでね、アクリル絵の具の特徴でした。最後までご覧いただきありがとうございます。では次回またお会いいたしましょう。さようなら。面白かった、参考になったと思った方は
動画作りの励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるとありがたいです。そしてこれからも動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。